エリック・ザベル、エリック・ザベル、エイリック・ゼイブル、1970年7月7日大は、ドイツ、東ベルリン出身の自転車プロロードレース選手。1992年プロデビュー、2009年1月、引退。かつて日本の中継では、エリック・ザベルとも表記されていた。リック・ザベルの父であり、の息子である。プロになって、以来の通算勝利数は200を超え、 ツールドフランスでは1996年から2001年に渡り、6年連続のポイント賞獲得を成し遂げた、期待のスプリンター。この他にも、クラシックレースのミラノンレモを4回、パリツールを3回、アムステルゴールドレース、ヒュー、サイクラシックスを、それぞれ1回制覇しており、クラシックハンターとしても知られる。1992年プロデビューし、 その翌年テレコムへと移籍。すぐに、スプリンターとしての才能を認められ、ティレーノ・アドリアティコで一勝。そして1994年のパリツールで優勝し、初のビュッグタイトルを獲得。1995年にはツールドフランスで2勝し、グランツールでの初勝利も達成する。そして翌1996年は、ステージ2勝に加えて、ポイント賞。 マイヨベールも獲得。さらに1997年は、ミラーのサンレモ優勝、ツールド・フランスステージ3勝、2回目のポイント賞。1998年には、ミラーのサンレモ連覇やドイツ選手権優勝のほか、ツールド・フランスでは3回目のポイント賞を達成し、マリオ・チポリーニやヨハンム・セウラと並ぶ一流のプリンターとしての地位を、不動のものにした。 続く1999年も安定した走りで4回目のツールド・フランスポイント賞。2000年は史上最多となる5回目のツールド・フランスポイント賞に、加え、ミラノ・サンデモやアムステル・ゴールドレイなどのクラシックレースでも活躍し、UCI ワールドカップランキングで1位に輝いた。2001年は2回目となるミラノ・サンデモ連覇。また、 最終ステージのシャンゼリゼゴールにおいて、マイヨベールを着用していたスチュアート・オグレディを逆転し、ツールド・フランス全人未到の6年連続となるポイント賞を獲得した。その後、ヒュー、サイクラシックスでも優勝。さらにブエルター・エスパーニャでも3勝を挙げる大活躍を見せた。2002年も数々のステージレースで活躍し、ツールド・フランスでも七年連続のポイント賞獲得が、 期待されたが、ロビー・マーキュアンとの接戦の末、2位に甘んじた。しかしその後のブエルター・エスパーニャでは、ポイント賞を獲得。世界選手権でも3位に入った。2003年は、ブエルター・エスパーニャでは2勝を上げて、2年連続の、ポイント賞。さらに、ドイツ選手権でも2回目の勝利を飾り、パリツールでは、絶好調だったアレサンドロ・ペタッキを破って、優した。 2004年もブエルター・エスパーニャで3年連続ポイント賞や世界選手権2位などの成績を上げてコンスタントな活躍を見せ続けたが2005年は数々のレースで上位に食い込むもなかなか勝てない日々が続いたしかし長年所属してきた T モバイルを離れ新チームのミルラムへ移籍が決まった後のパリーツールで3回目の優勝優秀の美を飾った 2006年からはベテランとしてアレサンドロ・ペタッキのアシストを務めることになっていたがペタッキがジロディ・イタリアの第3ステージで落ち射して膝の骨を割る大怪我をしたことを受け急遽エースとして働くことになりツールド・フランスポイント賞争いではロビー・マキアンに次ぐ2位に食い込んださらにブエルタエスパーニャでは第4ステージと最終ステージで勝ちして プロ通算200勝を達成した。2007年は復活したペタッキのアシストとして活躍したほか、自身もブエルター・エスパーニャで1勝するなどし、現在もその実力に衰えはないことを示した。2008年9月26日、世界選手権、ロードレースに出場するためバレーゼに滞在していたサベルは、同地で記者会見を行い、 今シーズンを最後に現役を引退することを発表。7位に入った同年のパリツールがロードレースとしては最後のレースとなった。自転車選手としての現役最後のレースは2009年1月に開催されたベルリン6日間レース。同月27日、同胞のロベルト・バルトことコンビを組んで優勝を決め、17シーズンにわたるプロ自転車選手としての活動を終えた。 引退後は、キャニオンバイシクルの商品開発顧問に就任、また、フルスティーモバイルの後ろ身であるチームコロンビアイコール、ハイロードとアドバイザリー契約を結び、マーク・カベンディッシュをはじめとするスプリンターの指導に当たっている。通常、スプリンターは上りに極端に弱く、マリオ・チッポリーニやアレッサンドロ・ペタッキなどが、 三岳ステージでリタイアを繰り返すのに対して、サベルは決して得意とは言えないものの上りもそこそこに、こなすため、大集団からちぎれてゴールしたり、タイムアウトで失格になることがほとんどない。そのため、ほとんどのスプリンターが得ることのできない、三岳ステージでのスプリントポイントをコンスタントに得ることができ、それが長年にわたって、ポイント賞争いに加わり続ける、原動力とっている。 1997年ツールドフランスのラスト 1.7km が平均6.2%の上りゴールとなる第3ステージで優勝2003年ツールドフランスの第16ステージでオリゴールではあるが3学ステージ2位になったこともある実際1998年から1999年のツールドフランスと2002年2004年のブエルター エスパーニャにおいては一度もステージ優勝せずに、ポイント賞を獲得しており、クラシックレースでもこの上りでの強さは、存分に活かされ、数々の優勝を収めている。上記から、スプリンターのスタイルとして、チポリーニやペタッキのような序盤の平坦ステージで、優勝を稼ぎ山岳でリタイアするタイプと、サベル・やトル・フースホフトのように、総合ポイント賞を狙うタイプとがタイで形容される、ことがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。